はい、速稼塾の久保です。今日はね、今が良ければそれでいいっていう方いらっしゃるでしょ。名付けて今が良ければそれでいい論に対して私からね、いろいろと考察を申し上げようと思います。まあよろしくお願いします。まあ私も以前ね、今が良ければそれでいいって考えだったんですけども、ちょっと今は考え方が変わりまして、基本的には今が良ければそれでいいなんですけども、その内容がね、ちょっと掘り込めるようになってきたんで、今日はシェアしたいと思います。それでは画面を切り替えてスライドショーをご覧ください。はい。まずはね、トップページ。今が良ければそれでいい論と書いてますけども、まず考えていかないといけないのが、今が良ければの今ってどういうことなのかなってことなんですよ。例えばね、あなたが明日、不治の病の手術を受けて、生存率が 10% です。っていうふうなことを知らされるんですよ。でも、手術自体は明日のことであって、不治の病で 90% の確率で死んでしまうっていうのは明日以降の話なんですよね。それでも今日しっかり楽しめるかなってことなんですよ。今が良ければそれでいいっていう風になるかなってことなんですよ。つまりこういうことです。今の範囲とはっていうところに考えをちょっと深めた時に、今が良ければそれでいいって何なんだろうって思うんですよね。まず一つこういう仮定をしてみます。例えば今っていうのを今日一日のことっていうふうに考えています。今が良ければそれでいい。今日一日良ければそれでいいんだって思ったとして、先ほどの例ではないですけどもね、自分が明日不治の病の手術を受ける、もしくは自分の大切な人が明日生きるか死ぬかの重大な局面を迎えるって言った時に、本当に今日楽しいんですかってことなんですよ。ここに書いてますけども、明日には住まいもなくなって、食事も取れない。お金も今日の分だけしかない。明日には全ての知り合いもいなくなってしまう。でも、今が良ければそれでいいわって言って、今日をしっかり楽しめるんですかね。そういう方は相当な精神力の持ち主、もしくは超鈍感な人だと思いますね。身近な例を取ってみましょう。一つここにお題目書いてます。明日の不安がある限り、今日がそれでいいとはならない例なんですけども、例えばね、明日が月曜日だったら、日曜の夕方見るサザエさんもなんとなく面白くないと思うんですよ。ね。明日が借金の返済日だったら、ちょっと気が重くなりませんか今日。ね。でも、金を返すのは明日ですよ。今日は返さなくてもいいのに、もう、明日の不安が今日に影響を及ぼすでしょ。で、買い物とかの支払い日だったら、明日がね、今日もう入金しとかないとみたいな感じで、ちょっと不安になるじゃないですか。であとね、若い人によくあるんですけども、明日が二十歳の誕生日。あ、十代ともうさらばだ。おじさんになる、おばさんになると思って、ちょっとね、せわせわしちゃうみたいなこともありますよね。同じように、あ、39歳、もう30代も終わりか。あ、49歳、明日で50代に入っちゃうんだっていうので、ちょっとね、明日からなのに年齢が変わるのは、今日も半分面白くなくなっちゃうみたいなことがね、あるかと思います。そんなことないですか？これはどうですか？明日、大切な人が遠くに行っちゃうってことを知った時に、もうなんか今日からね、なんかシュンとなっちゃったりすることってありませんか？ここまで考えてみても、今日が良ければ別にいいわっていう風に言える方ってあんまりいないんじゃないかと思うんですよ。言えるとしたら、今私がお話したようなことを考えてなかったんじゃないですかね。じゃあ、今の範囲を今日一日に限るとちょっとね、やりすぎなんで、ここ2、3年ってことにしてみましょうか。今が良ければそれでいい。ここ2、3年が、まあ特に心配ないかなと思えればそれでいいんじゃないかなと思ってる方に物申すなんですけども、なんで2、3年先も、あなたの今住んでる住まいが当然のように自分でね、住めるっていうふうに思い込んじゃってるんですか？なんか裏付けあるんですか？ってことなんですよ。ね。で、あまりね、いい例じゃないんですけども、これからもこのお家に住もうかなと思ってた方は、裏庭の土砂崩れで家が潰れちゃったとかね。で、国によっては戦争で家が接収されちゃったとか、爆撃で家が吹っ飛んじゃったとかね。あと、身近な例でも、火事が起きて家が燃えちゃったとかね。いや、そんなことを考えたら、別に2、3年後って住まいは絶対じゃないですよね。食事はどうですか？食糧難は今の日本、2、3年後までに起きるとはとても思えないですけども、でももしかしたら、所得がね、限られちゃって、食べたいものが食べれないかもしれないと。なんかすごく冷や飯を食わされるかもしれないですよ。で、2、3年後のお金ってなんであるって思えるんですか？貯金が莫大にあるんですか？どうでしょうか？2、3年後のお金すでに作れてますか？2、3年後のお金って、今の職場で稼がしてくれるっていうふうに本当に信じちゃってるんですか？だって明日にはあなたの会社ないかもしれないですよ。実際に倒産する会社ってその直前、前日まで
従業員なんかに教えてくれません。私も今までいくつか会社を潰してきましたけども、まあお知らせできて1ヶ月前ですね。この店は何月何日に閉店しますっていう風な最終告知をしますけども、その瞬間従業員のモチベーションむちゃくちゃ下がるんで、やっぱりね、知らせるのってギリギリですよ。特に会社が倒産するときって、普段通り支店長とか、それからね、一般社員が出勤しようと思って会社に行ったら、なんかシャッターが閉まってて張り紙があったみたいな感じですからね。そうじゃないと、やっぱりね、やってらんないんですよ、会社経営って。倒産の時はいきなりですよ。そう考えると、ここ2、3年がなんで今日と同じ状態で保たれるっていうふうに思っちゃってるのかなってことは、ちゃんと考えてないからじゃないかなと思うんですよ。なんとなく考えてないから不安に思ってないってことじゃないですか。考えれば考えるほど絶対がないってことに思いが向くと思うんですよ。じゃあもうちょっと先行ってみましょうか。今が良ければそれでいいよ。まあここ10年ぐらいはまあいいんじゃないかな。特に体も壊しそうないし、まあ友人も離れていきそうないし、家族も死にそうないし、まあまあ10年ぐらいはなんとなくやっていけるんじゃないかなって考えてる人がいるかもしれません。いやそれはね、考えていないでしょ、実際に。9年後とか8年後考えてました？どっか書いてます？誰かに話しました？考えてないでしょ。考えてないからそもそも不安がないんですよ。不安に気づいてないんですよ。だから想定外とか言ってね、いきなり事件が起きたり危機にいきなり陥るわけでしょ。これが本当のところじゃないですかね。やっぱりね、南海トラフなんていうキーワード一つ取っても、ああ防災グッズ買っとかないとってなるでしょね。でも実際考えてないから買わないじゃないですかね。スーパーやドラッグストアに行ったら防災グッズなんかコーナーとかたまにあったりしますけども、あ、じゃあちょっと買っとこうかなって、ついでに買える機会はいくらでもあったと思うんですよ、ね。それから収入源ですよね。いきなり大きな災害が起きた時に、今の会社だともう出勤できなくなっちゃうし、会社が潰れるかもしれない。そうなったらとりあえず資金で困るから、じゃあちょっとね、リアルじゃない収入源も今のうちにコツコツ作っとこうかなっていうふうに、何も起きてない時だからこそ2、3年先とか10年先を考えて準備しておく、リスクヘッジをしておくってこと、実際やってないですよね。なのになんで今が良ければっていう言葉が出てくるのかなと思うんですよ。それは例えて言えば3秒後に心臓が止まるんだけども、それを知らないから何も不安がないって言ってるのと同じかなと思うんですよ。ちょっと極端な例ですけどね。はい、ではね、こういうふうなメッセージを私は送ろうと思います。実は未来はね、想定できるんですよ。で、想定できる未来に対していいことが起きればね、それはいいんですけども、いいことを阻害するような悪いことが起きそうな未来が想定できた場合、その一つ一つに対して備えをしておくことによって未来の不安も相当量取り除けるから、あ、よし、今日がいいぞと、今日が良ければそれいいぞと。だって未来もそこそこ考えてるから、結果今日明日のことを考えても、2、3年先のことを考えても、10年後を考えても、まあまあいろんなことが起きても切り抜けられそうだなっていうふうに思うから、よし、今日はもうやることないかな、よし、今日がいいぞっていうふうになると思うんですよね。まとめると、こういうことになります。ちょっとね、吸い上がってきてこれです。今日と同時にある程度の未来にも対応できる、だから今日が良ければそれでいいになるんじゃないかなと思ってるんですよ。皆さんいかがですか？明日からのこともちゃんと準備できていたら、不測の事態は確かにそれでも起こると思います。でもその可能性は下げることできるじゃないですか。そしたら結論として今日が良ければそれでいいっていうふうに爽やかに言えるようになるんじゃないかなと思うんですよ。いかがでしょうか？私がたどり着いたのはここです。はい、では次にですね、こういった図を引っ張ってきました。未来をどうやって想定するかです。まあ言うまでもなく、今現在ってものはね、たった一瞬、瞬間でしかありません。でも今現在、一つの要素、例えば情報量を目いっぱい広げておくと、いろんなことに対応できると思うんですよ。で、こちらの方に時間軸を設けると、例えばここでね、10年後だとするじゃないですか。10年後がここにあるとして、10年後に向かうとした時に、いろんなものに対して想像と空想を膨らまして、危機を察知してですね、それに対して対抗策を持っていれば、いわゆる情報量が多ければ、未来が来た時に、対応できることってのは、いくつかあるんじゃないかなと思うんですよ。これだけ準備してれば。
私はそれをね、正三角形になぞれるんですよ。確かに10年後に何が起きるかっていうのはすごく抽象的で分かりにくいです。具体的に何月何日にどんなことが起きるかってことは予測するのはすごく難しいです。でもたくさんの予測をすることによってそのうちの一つは当たるんじゃないかなっていうふうに考えることができるのと、時間が進めば進むほどね、より具体的に10年後のことが見えてくるんじゃないかなと思うんですよ。なぜなら1年経つと10年後も9年後になるし8年後になるし、それに合わせて新しい情報とか変化が付加されるから見えやすくなってくると思うんですよ。ちょうど夜が明けた時に真っ暗な街にね、あ、何かが見えてきたな、時間が経って朝5時から朝6時に変わりました。そしたら何か見えてきたのがなんか山のように見えるなっていうふうに見えるんですよ。でもうちょっと夜が明けてきて明るくなると、あ、あれは建物だったんだ、しかも3階建てだっていうふうに徐々に分かってきて、もっと明るくなると、あ、3階建てのビルの3階に住んでる人が目を覚ましたぞっていうふうにより具体的に分かるように、時間が過ぎれば過ぎるほどより具体的に見えてくると思うんですよ。でも今この瞬間で想定する10年後っていうのはすごく抽象的です。でもいろんなケースを想像することによってその範囲はかなり限定的に絞れてくると思うんですよ。でもね、ちょっと赤で書きますけども、今現在の想定が、情報量がこれだけだったら、正三角形の原則で言うとね、このぐらいまでしか見えないんですよ。だからこの辺のことはもうね、想像もしたことがないっていう話になっちゃいます。いわゆる想定外です。だから危機に近づくのが、気づくのが遅れるってことになるんですよね。で、例えてみたらね、あ、もう年齢60になった、あれ、なんでこの世の中になってたんだ、え、知らなかった、どうしよう、あ、若い頃にやっとけばよかった、になっちゃうんですよ。でも10代の頃からある程度未来を見据えてね、準備しておこうかと思ったら、ちょっと学歴とか資格積んでおこうかなってことになりますし、将来のために体を鍛えて体力だけは失わないようにしとかないとなっていうふうに10代の頃から始まるわけですよ。で、そういうふうな未来に責任を持てるような親だったら、幼い頃に、子供が幼い頃にですよ、体を鍛えることを推奨したり、なるべく多くの知り合いに会わせておいたり、たくさんの国とか芸術とか学習ってものに手を広げさせておいてね、で、可能性の目を目いっぱいに広げると思うんですよ。で、そうすることによって将来まで使える自分の道ってのが見つけやすくなる、その確率が高くなるってことを知ってるんですよね。でも教育が遅れたり経験が遅れたり、体験させることがなかなかできなかったりすると、気づくのが20を過ぎて30を過ぎてみたいなことになっちゃって、結果、あ、手遅れだった、気づくのが遅かった、若い頃にやっておけばよかったみたいになっちゃうんじゃないかなと思うんですよ。はい、いろいろお話しましたけども、未来は想定できるんですよね。想定しようと思えば、もちろんピンポイントで当たることはできませんけども、大体当てることはできるんですよ。そういうことを繰り返して20なり30なり40になってくると、まあ今までの予想ってのはこういうふうに情報を広げていくことによっていろんな準備ができて、その準備のほとんどは使わないけども、でも準備しておくことの一部を使うことによっていろんなトラブルを乗り越えてこれたな、よかった、トラブルを乗り越えることによって人からの信頼も得れるし、いろんなことをお願いされたりとかね、それから依頼を受けてそこに費用をいただくってこともできて、人生が後半になればなるほどものすごく楽になってくるなっていうふうに考えることができるんですよ。そしてね、ちょっと寂しいことなんですけども、70とか80を過ぎると30年後とか40年後の予測をすることはもうね、必要なくなってくるんで、本当に近未来だけを見ていけばいいんで、どん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 人生は楽になってきて、想定がしやすくなる、そんな年の取り方ができるんじゃないかなと思うんですよ。もちろんそれでパーフェクトではありません。それでも想定外は起きてしまいます。運の要素も入ってきます。でもだからといって何も想定しないことっていうのを前提にするのはちょっと危険なような気がするんですよね。ということでね、今日はですね、今が良ければそれでいいをちょっと分析して、今が良ければそれでいい論ということでね、一つの理論に落ち着いて考えてみました。皆さんどのようにお感じなんでしょうか。それでは失礼します。